American 587 Heavy, turn left, proceed direct wavy. Left turn direct wavy, American 587 Heavy. Tower lookout to the south of the aircraft crashing. Say again? An aircraft just crashed to the south of the field. An aircraft crashed south of the field? Fireball. 2001年11月12日9時14分、アメリカン航空587便がドミニカ共和国へ向けてアメリカ・ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港を出発しました。離陸してから1分半後、587便は突如乱気流に遭遇し、操縦桿やラダーペダルが激しく動かされました。5秒ほどで落ち着いたものの、15秒後に再び乱気流に遭遇。操縦桿やラダーペダルが激しく動かされ、垂直尾翼が分離し、ジョン・ F ・ケネディ空港から南西5マイルの住宅地に墜落しました。アメリカ同時多発テロからわずか2ヶ月後に発生した墜落事故。アメリカ空軍の戦闘機が警戒のために緊急発進するなど、全米の緊張が一気に高まりました。なぜ587便は墜落したのでしょうか。今回はアメリカン航空587便墜落事故を事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2001年11月12日9時前、アメリカ・ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港、アメリカン航空587便がゲートを離れました。この便はニューヨークからドミニカ共和国の首都サントドミンゴにあるラスアメリカス国際空港へ向かう定期旅客便でした。使用機材はエアバス A300。 この動画では同じ塗装のボーイング737を代わりに使用しています。機長、副操縦士に客室乗務員7名、乗客251名の計260名が搭乗していました。この便の機長は42歳、アメリカ空軍で輸送機などのパイロットとして2000時間ほどの飛行経験を経てアメリカン航空に入社。総飛行時間は8050時間、エアバス A300 の機長として1700時間の経験がありました。副操縦士は34歳、小規模の航空会社でパイロットの経験を積みアメリカン航空に入社しました。総飛行時間は3200時間、エアバス A300 には1800時間乗務していました。この便では副操縦士が操縦を、機長がそれ以外を担当していました。587便はゲートを離れた後、管制官から滑走路31レフトへの移動を指示されました。滑走路への移動中、機長は副操縦士に対してエルロン、エレベーターおよびラダーのチェックをするように指示しました。エルロンは機体を左右に傾けるための装置で、左右の翼それぞれに取り付けられています。操縦桿を左右に動かすことでそれぞれのエルロンが上下に動きます。エレベーターは機首を上下させるための装置で、水平尾翼に取り付けられています。操縦桿を前後に動かすことでエレベーターが上下に動きます。最後のラダーは機首の左右の振れ具合を調整する装置で、垂直尾翼に取り付けられています。このアニメーションのように飛行中にラダーを動かすと、進行方向は変えずに機首の左右の振れ具合だけを調整することができます。足元のラダーペダルを踏むことでラダーが左右に動きます。機長の指示を受けて副操縦士はこれらの装置が問題ないことを確認しました。9時9分、管制官が587便に対し、先に誘導路を進んでいた日本航空47便の後に続いて滑走路へ向かうように指示しました。9時11分、前にいた日航機が離陸を許可されました。管制官は
離陸した日航機に対し、ブリッジクライムというルートで上昇するよう指示しました。30秒後、管制官は587便へ日航機の後方乱気流に注意することと、滑走路31レフト内で待機するように指示。587便は指示に従って滑走路31レフトに入り、待機をしました。待機を始めて1分ほど経った時、機長は副操縦士に対して当初の分担通り操縦をするように伝え、このタイミングから副操縦士が操縦を担当しました。そして管制官が587便の離陸を許可し、機長が副掌しました。副操縦士は機長に日航機との間隔は十分かと尋ねましたが、これに対して機長は我々が離陸する頃には間隔が5マイルになっているので問題ないと答えました。9時13分51秒、墜落の2分30秒前、587便は離陸滑走を開始。日航機が離陸してから約1分40秒後に離陸しました。離陸後、管制官は587便に対して日航機の出発ルートと同じブリッジクライムで上昇するよう指示し、機長は副掌しました。レーダーの記録によると、587便は500フィートまで上昇後、方位220へ左旋回。引き続き上昇を続けました。離陸してから1分半後、9時15分29秒、事故の45秒前、機長がクリーンマシーンと発言。これは着陸装置やフラップなど離陸時に展開する装置が全て格納されたことを示しており、587便は順調に上昇を続けていることがうかがえます。そして管制官は587便へ通過ポイントウェイビーへ向かうように指示しました。これに対して機長が副掌しましたが、これが587便からの最後の通信でした。直後、操縦桿が上下左右に大きく動かされ、ラダーペダルも左右が連続して踏まれ、機体が大きく揺れました。この頃から587便は不安定な飛行を始めます。操縦桿を激しく動かし、左右のラダーペダルを連続して踏み込んだ副操縦士。機長は副操縦士に対して後方乱気流に遭遇したかを確認。副操縦士ははいと答えました。9時15分51秒、事故の25秒前、再び操縦桿とラダーペダルが激しく動かされました。さらに副操縦士は最大出力と緊張した声で指示しましたが、機長がパワーを変えた記録は残っていませんでした。このビデオは NTSB アメリカ国家運輸安全委員会が事故を再現したもので、操縦桿やラダーペダルが激しく動いていることがお分かりかと思います。ビデオを少し前に戻します。副操縦士が激しい操縦を始めたことを受け、機長が副操縦士に大丈夫かと尋ねると、副操縦士は大丈夫ですと答え、続けてパワーを上げてくださいと発言しました。その直後、大きな衝撃音が2回記録され、副操縦士がやばいと発言。7秒後、失速警報に似た音が鳴り、副操縦士がコントロールが効かないと発言したのに対して、機長が抜け出せ抜け出せと応じた2秒後にボイスレコーダーの録音が終了。直後の9時16分15秒、離陸から約2分後に587便は住宅地へ墜落しました。乗員乗客260名全員が亡くなったのに加え、地上にいた5名も亡くなる大惨事となりました。587便はなぜ墜落したのでしょうか。事故時はアメリカ同時多発テロからわずか2ヶ月ほどだったため、軍が警戒に当たるなど物々しい雰囲気となりました。しかしテロの可能性が低いことが確認され、 NTSB による調査が始まりました。まず NTSB は法的な問題がないか調査をしましたが、機長や副操縦士、管制官の資格や機体の整備に問題は見つかりませんでした。またパイロットが発言していた
後方乱気流の影響についても調査が進められました。後方乱気流とは、飛行している航空機が発生させる気流の乱れで、機体が大きくなると後方乱気流も激しくなる傾向にあります。そのため管制官は、後続の航空機が後方乱気流の影響を受けないように航空機同士の間隔を確保します。この事故においても、日航機と587便の間隔は FAA アメリカ連邦航空局の基準が守られていました。そして587便がどういう飛行をしたか記録されているフライトデータレコーダーの解析を進めていた NTSB は、副操縦士の操縦に注目します。後方乱気流に遭遇したと考え、激しい操作をした副操縦士。しかし、そのような操作で墜落に至るのでしょうか。航空機を設計するにあたって、航空機メーカーは様々な想定をします。そして、機体の強度を決めるにあたっては、機体にかかる力が最大でどの程度のものなのかを算出。その算出した値を 1.5 倍した力、これを終極荷重と呼びますが、この終極荷重に最低でも3秒耐えられるように設計します。しかし587便では、副操縦士が激しく左右のラダーペダルを踏み込んだため、機体にかかる力が終極荷重を超え、垂直尾翼が胴体から破断しました。なぜ副操縦士はこのような操縦をしたのでしょうか。まず587便の副操縦士は、後方乱気流に対してラダーを過剰に踏む癖がありました。過去一緒に飛行したパイロットによると、1997年に今回と同じように低空で後方乱気流に遭遇した時、副操縦士は過剰に反応し、左右のラダーを激しく踏み込んでいたと証言しました。この要因として、アメリカン航空の訓練では、後方乱気流からの回復には操縦桿の操作に加えてラダーを使うことを推奨していたこと、またシミュレーターでの後方乱気流に遭遇する訓練では、最初機体が10度傾き、その後反対方向へ90度以上傾く内容となっていました。そのため、これらの訓練を受けたパイロットは、後方乱気流に対して過剰に恐れ反応する可能性がありました。また後方乱気流に遭遇し回復する訓練においては、バンクが50度に達するまでは操縦桿やラダーペダルの効きが悪くなるように設定されていました。そのため、本来必要な操作よりも過剰な操作を学習してしまう可能性がありました。さらに、エアバス A300 のラダーは、NTSB が調査した他の機種と比較すると、最も軽い力で操作できたため、過度にラダーを操作してしまう傾向にありました。これらの調査結果を受け、NTSB は、様々な勧告を発表しました。まず、アメリカ連邦航空局に対して、ラダーに関する基準を見直すこと。エアバス社に対しては、ラダーペダルが過剰に踏まれたとき、機体の破壊につながらないように改良すること、そしてアメリカン航空には実態に即した訓練となるように訓練の内容を変更することを求めました。事故の原因は、過剰に左右のラダーペダルが踏み込まれたことにより垂直尾翼が分離したためですが、そこに至るまでに機体の特性や訓練内容の不備など様々な要因が重なっていました。以上、アメリカン航空587便墜落事故の解説でした。よろしければ感想などのコメントや高評価もしくは低評価、どちらでもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。